皆さんこんにちは、浅香爺さんです。今日はですね、千日紅の植え付けをします。本日の動画を3部構成でお話したいと思います。1部が花の紹介と説明、2部が植え付けの仕方、3部が植え付け後の管理の方法ですね。それでは早速1部の花の紹介と説明をしたいと思います。この千日紅をご覧ください。もう本当にね、可愛いですよね。綺麗なんですよね。これをもう花穂って言いますけどですね、でございます。原産地はですね、熱帯各地で、花色はホワイトとピンクとレッドとイエローとパープルの5色なんですね。千日紅はですね、ヒユ科の千日紅属で一年草なんですね。特徴は初心者向き、開花が長い、香りがあるというね、特徴があります。千日紅は暑さと乾燥に強く、日本の夏に適した性質で長期間咲き続けます。庭や花壇、鉢に植えて育てたものが切り花としてよく仏壇に飾られます。またフラワーアレンジメントにも欠かせない素材だと思います。本当にこの可愛い千日紅ですね、今日3色一つの鉢にね、植えて、千日紅花壇みたいな感じでね、してみたいというふうに思います。それではね、早速植え付けをしてみたいの一部を終わります。植え付けをします。まずここにね、ちょっと置いておきますね、穴ね。はい、ここにね、鉢があります。直径が約20センチですね、こういった鉢です。はい、5鉢ぐらいになるかな。植え付けですから、これも新しい鉢なんですけどね、この間買ってきた鉢ですけど、まず日焼けがいいように、おらずしてこういうのがあるんですよ。こんな感じ見えますかね、皆さん。どれくらい入れればいいんですかというね、なんかよく質問がありますが、まあ、水揚げが良くなるぐらいですから、一番ね、底面が見えないぐらいにこう入れてもらったらいいのかなというふうに思います、ね。あとはね、土をね、入れていきます。土はね、ハンド土です。これね、土を、新しい土をね、必ず使ってくださいね。新しい土を使わないとですね、潜んでますから、庭の土なんかやっぱりどうしてもね、多いんですよね。こんな感じでね、で土を肌肩入れてですね、なんかどうです、風が強いんですよね、今日ね。で、土を肌肩入れたらですね、肥料ですね、こういったものです。アグアップって言いますけども、これは発酵性肥料でね、正面か、そっちが正面ですからね。根がね、ちょっと巻いてる場合はですね、根をちょっと取ってあげます。下の方だけね、取ってあげる。そして揉んでね、お前の方に、背が低いですからね、皆さんが中心ですから、こんな感じで植えればいいかななんて思ってます。はい、そして皆さんから向かって右側、ごめんなさい、どっちから植えようかな、左側。これもね、ちょっとなんか固まってますからね、ちょっとほぐして植えたいと思います。で、上の方ね、ちょっとこう跳ねるっていうか、病気とか虫とかいるんでね、この表面の部分をちょっと跳ねた方がいいかもしれないですね。で、ちょっと揉んでいただいて、こんな感じで植えると。
ね。で最後の下にあのこういったですね、あの枯れてる葉っぱがあったら取ってくださいね。取っていただいて、でこれもちょっとね根が巻いてますので、下をねちょっとこう切って、で表面をちょっと削ってね、表面を削って、はい、そしてちょっと揉んでね、ちょっとほぐしてね、入れてもらっていいかなというふうに思います。入れまーすみたいな感じですね。はい、3つ植えちゃいましたね。まあ、これにですね、まあ、土をね補充していくという感じですね。はい、感じで、あんまり深植えにならないように植えるっていうのがねコツみたいなんで、まあ、これ回しながらね入れます。緊急自動車がしてますけどね、聞こえますかね、皆さんには。こんな感じでね、とりあえず入れていただいて、真ん中に土を寄せてもらって、決めるって感じですね。ビシッと決めるって感じですね。はい、これあんまり深植えにならない方がいいみたいなので、まあ、ちょっとね、浅めにこうちょっと植え付けるみたいなね、たこつかなーなって思います。はい、こんな感じでね、植え付けました。で本当はねこれをあのつぼみを切って植えようかなと思ったんですけど、とりあえずこのまま植えてですね、次回にですねこの摘心をねこれもやろうかななんて思っています。はい、もうちょっと植えようかな、もうちょっと土を入れましょうかね。周囲の方がちょっと空いてますから、こんな感じで大丈夫かなというふうに思います。はい、結構ウォータースペースをねここにこんな感じでやっていただければ、周りをねこんな感じですると、っていう感じですね。まあ皆さんから見たら正面こっちですからですね、そんな感じで、まあ、植えましたけどですね、これ植えたらですねやることがあります。何をやるかというとですね、まず消毒をやるということですね。これですね非常にあの今から虫とか病気とか来るんですよね。もうハダニとかですね、アブラムシとかですね、ナメクジさんとか、まあもう梅雨がねもう終わりなので、ナメクジくんはいいかなと思うんですけど、まず根元からこうして全体的に、あと全体的にね、ハダニとか来ますので全体的に振ってあげるといいかなと。虫とか病気の予防になりますからね。これでですね、植え付け完了ということになります。でこれ2部の完了なんですけど、実は3部が一番重要でしたね。これ植え付けてからね、これ管理の方法、これが一番難しいんですよね。今日皆さんに伝えたいことがですね5つあるんですよ。5個ありますよね。いいですか。これ一つ目は何かと言いますと、鉢植えはですね土の表面が乾いたらたっぷりと水をやりますが、過湿に注意なんですよ。たっぷりやるんですけどもやりすぎない、だからもうどんどんやらない、朝晩とかですね、やりすぎないということですね。それから乾燥には強いんですけども、庭植えの水やりはですねほぼ不要なんですね。これもし庭に植えられたら水やりはほぼ不要だということです。非常にこう手がかからないのですね。2つ目、鉢植え庭植えともにですね緩効性肥料を月に1回やります。緩効性肥料って何かというと、こういったやつですね、こういったものをですねあげますよってことですね。これをですねボール状というかなってますので、こういったものをですねあげてください。大丈夫でしょうか。
はい、月に1回入れてください、ということですね。はい、それから3つ目ですね。深く植えたり過湿にあったりするですね、株元がぐらついて傷がつくとですね、立ち枯れ病になるということですね。対策としては逆なことをすればいいですね。浅く植えて乾燥気味にしてぐらつく場合は支柱を立てるということですね、ということです。それから7月から9月はですね、高温乾燥が続くと肌荷が発生しやすいので、水をね、上から普通は根元からやるんですけど、肌荷対策では上からやるんですね。撥水をしてくださいということですね。それから6月から7月はですね、ナメクジが発生しやすいんですよね。ナメクジっていうのは夜行性なんですよ。皆さんご存知だったか分かりませんが、昼間見てもね、うろうろしません。夜行性です。だから早朝にね、私4時5時に起きて見に行くとナメクジがまだ散歩してます。そういった時に捕殺するんですね。ナメクジ瞬間ノックダウンってあるんですよ。こんなのこれはよく聞きますね。これも一撃ですね。こういったものをね、使われるといいかなというふうに思います。だからそのナメクジはどこに昼間いるかというと、鉢の底にいるんですね。ですから、鉢の底にいるので、まあ鉢をね、こうパッとめくって捕殺するということですね、ということであります。今日はね、千日紅の植え付けをやりました。初めての方もぜひね、今量販店、お花屋さんどこでも売ってありますので、ぜひ植えていただいてですね、鉢いっぱいのこの花を咲かせたいと思います。最後になりましたが、いつもコメントグッドありがとうございます。チャンネル登録してね、笹川慎さんを応援しましょう。方法は今画面中央に私の似顔絵が出てますから、これクリックするだけです。今日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。